こんにちは、ひねちです。今日は夏の新別おすすめ3コーデをご紹介したいと思います。夏になってくるといろんなイベントごととかもすごく多くなってくると思うので、その中からおすすめコーデを今回組んでみました。で、そのうち3つですね、フェス、海、テーマパーク、この3つでコーデ組んでみたので、よかったらご参考にしてみてください。ではまずフェスコーデはこちらになります。まずフェスといえばやっぱりロクティだと思うので、まずはロクティを合わせました。そして動きやすいようにカジュアルさも出るようなフレアデニムを合わせてます。バッグはサコッシュを選びました。両手が開くようにっていうのと動きやすさ重視で選んだんですけれども、ライムカラーにしてコーデのアクセントにしてみました。足元はもう絶対に動きやすくペタンコのサンダルを合わせてみました。今回はフェスコーデということもあるので、動きやすさとカジュアルさを重視して選びました。今回海ということなので、ニットタンクに日焼け防止の羽織を合わせてみました。で、解禁シャツになるので羽織ってもいいんですけれども、脱いでいただいてタンク脱いで日中とか過ごしてもどっちでもいいような感じにしてます。そしてバッグと靴は水に強いものを選んでみました。スカートは動きやすいように軽さも出るようなものを合わせてみました。そして小物は少しこうアクセントになるようなメタリック系で合わせるようにしてみました。今回のコーデは全体として軽さが出るような明るめな色合いで合わせてます。3つ目はこちら、テーマパークコーデになります。こちらがまずトップスが今季注目の変形トップス、ワンショル系ですねの T シャツで合わせてるっていうところと、あとやっぱり私が今一番好きなパイソン柄のスカートで合わせてみました。サンダルはもう一番動きやすくてかつ軽さもあって足が全然負担がかからないようなダイバースポーツサンダルを選びました。全体としてやっぱりテーマパークということもあるので、すごく気分も上がって、周りもすごく派手めなコーデが多くなると思うので、それに負けじとトレンドを抑えつつもおしゃれな派手めなコーデにしてみました。ということで、夏のおすすめ新別3コーデをご紹介しました。ご参考にしてみてください。ではまた、バイバイ。